ストリーム XGL07S は、花ため、技術日本が製造し、EE アクセスが販売する、イモブル LTE に対応する Android を OS に、搭載した、スマートフォン。Y、モービルへのブランド移行後も、本端末は、従来からの EE、アクセス時代の給料金プランのままで提供されている。沖縄でも、ウィルコム沖縄ではなく、ソフトバンクモバイル契約となる。e モバイルブランドの端末としては唯一となる LTE スマートフォンかつ初のお財布携帯対応機。ファーウェイアセンド P2 をベースにしていて、対角線長4.7インチの HD ディスプレイを実装したスマートフォンとしては大柄な筐体でありながら、角や側面部を丸みを持たせた持ちやすさにも配慮したデザインとなっている。なお、ストリームブランドは、 ソフトバンクモバイルの商標であり、当時のソフトバンクモバイルに吸収合併される以前は、同社のライセンスにより使用していた。ユーザーによる電池パックの交換は不可。預かり修理扱いでの対応となる。AC アダプタと USB ケーブルは GSA さ付属品と同一である。2018年1月31日をもって、QE アクセスの 3G サービスが低波となるため、 使用停止となるが、シムフリー端末であるため、技的執行等がない限りは、周波数が合致する他社有意務カードを利用する分には、サポート、保証対象外ながら端末そのものは、継続使用自体は可能となるはずであった。しかし、2016年3月1日に、特定のロットに長期利用に伴う、電池パックの回路がショートすることに起因する異常発熱や、 発煙の事象が発生するケースが確認されたとして、該当ロットについて契約変更あるいは機種変更済みのユーザの端末を含めて販売したすべての端末の回収を行うことを発表した。回収は家電量販店建設の拠点を除く Y モバイルのショップ店の店頭で行う。なお、現在利用中のユーザについては、 新規受付終了済みかつ定派が決まっている契約になるため契約変更を伴った代替端末の提供の形をとる。この回のアップデートによりイメイロックがかけられるようになったとされ2014年3月12日よりこのアップデートを行わなければテザリングが使用不可となるとしていた。ありがとうございます。